勝った時もさ、批判したくないけど、まあ、今日の勝ちはマジで、選手の実力と、運やと思う。マジで。ほんまに。マジで何回も言いたくないけど、采配の意図がマジでわからん。うん、勝った試合でお前言うなやって思うかもしれんけど、マジでこんな野球してたら、絶対上のチームに勝てへん。はい、てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。皆様最後までよろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元ジャイアンツの選手だった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。またの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今年中にですね、2023年中にですね、チャンネル登録者数1万人、1000人違うよ。1万人をね、目指しておりますので、ぜひまだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、今日もやっていこうかな、というふうに思うんですけども、先ほど終わりましたね、ジャイアンツ対スワローズの、試合解説をやっていこうかな、というふうに思います。はい、まあ、まずね、試合の、結論から言いますとね、8対4でジャイアンツが勝った試合になってます。はい。今日の動画の内容といたしましては、まずどういう風に点入ったのかというところを振り返っていきます。はい。こちら、まあ、振り返っていくんですけども、概要欄にも、今日のね、ハイライト動画、リンク貼っときますんで、そちらの方を見ていただくとね、やはり映像で入ってきますんで、そっちの方が頭に残りやすいかなという風に思うので、まずそちらの方を見てから、この動画を見ていただけるとね、非常にこの、スッと内容が入ってくると思いますので、ぜひそちらも、ご覧ください。はい。で、得点シーンを振り返っていきまして、で、この動画はね、こっから見てほしいんですけども、この右側でね、僕が、時系列の番、順番でね、気になったところを書き出しております。で、こちら、こっちのね、この、はい、得点の振り返りシーンなんかは、どうせハイライト見たらわかりますんでね、ぜひそちらの方で見ていただければいいと思います。ただね、この動画の一番いいところは、こっちの右側なんですよ。僕なりの視点で気になったところを、振り返っていきますんで、こっちを見てほしいんで、正直こっちやってる間はもうスキップしてもらっていいんでね。こっち見てください。はい。例えばね、ジャイアンツファンの方であったりとか、まあ、スワローズファンの方が見ても面白いなと思ってもらえると思いますし、アマチュアでね、野球やられてる、少年、少女たちであったりとか、あと、コーチをやられてる指導者の方なんかも、このチャンネルで、ほんまにこの試合解説なんか特に見ていただくと、マジでこの頭の野球脳っていうところが高まりますんで、ほんまにまあ、打って投げて走ってだけじゃないので野球はね、そういう頭の勉強というかね、野球脳というか、考える力みたいなところは非常に重要になってきますんで、そういう力を補いたいとか、養いたい、大人の方でも子供の方でも分かるように、分かりやすく説明しておりますんで、ぜひね、そういう野球の、頭の部分を、磨きたいとか、野球をもっとよく知りたいとか、どういうのが、野球の勝敗に関わってくるのかみたいなところをより深く知りたいなと思ってる方は、ぜひ見てみてください。正直こんだけ分かりやすく毎試合、本当にそのマニアックなところまで解説してる、YouTube チャンネルはマジで僕探しましたけども、僕のチャンネルしかマジでないです。それぐらい僕はっきり言えるぐらいマジで毎日ちゃんと質の高い解説やってるんで、ぜひね見てみてください。じゃあまずね、得点シーンを振り返っていきます。はい、まあ8対4で勝った試合なんですけども、はい、得点シーン振り返っていきますよ。まず3回裏なんですけども、2アウト2塁から坂本さんの、レフト前タイムリーで1点をジャイアンツが先制します。で、6回表ですね。6回表、1アウト1、3塁から中村選手のスクイズ、セーフティー、まあスクイズというかセーフティースクイズですね。セーフティースクイズで1点を、返しますと。で、2アウト満塁になりまして、サンタナ選手の、センター前で2点入りました。で、2アウト1、3塁という場面で、オスナ選手もレフト前に打ちまして、この回一挙4点を取りまして、逆転に成功しますと。で、6回裏ですね、この取られた後にすぐ取ったのは良かったですね。6回裏、2アウト1、2塁から大城さんのね、センター前ヒット。で、ランナーにボールが当たってね、ボールデッドになりまして、
まあ、悪送球という形で、2点入りました。はい。で、これで4対3となります。で、8回裏ですね。ここで、ここでね、ワンアウトから丸さんがホームラン、ワンアウトからブリンソンがホームラン。これ連続ホームランですね。で、2点取りまして、満塁、ワンアウト満塁から吉川選手の3塁打というところで、走者一掃というところで3点入りまして、この回一挙5点というところで、まあ、冒頭にも、言いましたけども、まあね、この、ここら辺の攻撃なんか見てるとね、もう個人でやってるというかね、まあ巨人軍じゃなくて個人軍というか、非常にこの選手の力はまああるのでね、特にバッティングというか打撃陣というか、野手陣に関しては、力があるので、こういう大味というかね、こういうパワープレイに持っていけることもあるんですよ。ただ、阪神であったりとか広島なんかと、勝負して、勝つとなるとね、やっぱりホームランもなかなか打てないし、相手のピッチャー陣もいいし、中継ぎ陣もいいので、そんな再々打てないので、だから僕は口酸っぱく言ってるのが、ほんまに采配ってマジで大事やでって言ってるんですよ。うん、だから冒頭にもそういう風にね、今日は個人プレーというか、個人でやりましたけども、マジでこんな采配してたら勝てないよって言ってるのはそういうところです。はい、じゃあね、はい、右側いきますよ。こっからですよ。冒頭でも言いましたけども、こっから見てよ。この動画一番こっからが面白いし、こっから見ないと意味ないよ。正直こっちはスキップしていいからね。ハイライトでわかるから、こっちは。はい、じゃあ行きますよ。はい、まず1回裏。はい、これね、梶谷選手と、吉川選手、どっちもセンターフライに打ち取られるんですけども、このセンターの山崎選手がね、もうどっちもこれファインプレーなんですよ、言うたら。ファインプレー。うん、このね、あの、ピッチャーからしてもそうですし、チームとしてもね、これね、下手な外野手だったら、これ二つとも多分ヒットなってるんですよ。なんですけど、二つともね、特に二本目なんかね、吉川選手の打球なんか、マジであんな超えて、二塁でなってるところだと思うんですけども、もうヒット一本損したみたいな感じなんでね、これ、チームからしても、ね、ピッチャーからしても非常にこれ大きいプレーですし、これ山崎選手っていうのは非常にいい選手だなっていうふうに思いました。敵ながらね。はい、次これ4回裏なんですけども、2アウトから大城さんがライト前打つんですよ。これ普通に見ると、何がポイントなんだって思うかもしれないんですけども、今日大城さん8番に入ってて、9番が山崎伊織投手なんですよ。で、8番のこの大城さんがヒットを打つことによって、この回9番で終われることができるでしょう。ということは、次の回1番から、梶谷選手から、攻撃が行えるというところで、この8番が、セリーグの野球において、8番バッターが、出塁するかしないか、2アウトからね、出塁するかしないかというところは非常に大きいところがありますんで、非常にこの、大城さんのこの、ライト前というところは非常に良かったんじゃないかな、というふうに思います。はい。で、次5回裏ね。5回裏なんですけども、これね、梶谷、吉川、坂本、5球で三者凡退に取られてしまうんですけども、まあ別に早打ちが悪いとか言ってるわけではないんですが、さすがに5球で三者凡退を取られてしまうと、相手の流れになりやすいというかね。野手はね、毎球毎球こうやって構えて、打球をこう集中して取ろうという風にしてるわけですけども、それがね、1イニング5球で終わってしまうと、やっぱり攻撃に、繋がりやすいというかね、いい流れになりやすいというところがあるので、別に早打ちが悪いって言ってるわけではないんですけども、そういうその5球とか、その少ない球数で三者凡退になってしまうと、相手に流れが行く可能性が非常に高いですよということを僕は言ってます。はい。で、案の定ですね、これ、6回表ね。これ次のイニングじゃないですか。5回裏。で、6回表でしょ。で、これワンアウト1。で、結局6回表これ、4点取られてるじゃないですか。だからこういう風に、野球というのはほんまに僕、いつも再々言ってますけども、ほんまに流れのスポーツなんですよ。ちょっとしたプレーであったりとか、エラーであったりとか、ファーボールであったりとか、見えないエラーとかね。そういうことで、ほんまにこの流れっていうのは一気にグーって変わっていくんですよ。だから野球っていうのは、ほんまにこの、目が離せないというか、ちょっとしたことで、ほんまそんなことでっていうことで、展開がぐわー変わってくるんで、面白いですし、怖さもあるようなスポーツなんですよ。はい。でね、これ6回表、結局4点入るんですよ。5球で終わった後に、4点入るんですけども、特にその中で僕がポイントやったなっていうふうに思うのが、ワンアウト一塁から、これもまた山崎選手ね。これも非常にいい選手ですね、この選手ね。ワンアウト一塁から、
ライト前ヒット打って1、3塁を作る場面があるんですけども、これね、外の変化球やったと思うんですよ。それをね、無理やりね、手首キャン返して、1、2塁間抜いていくんですよ、ゴロで。これ見たときね、この選手はほんまに野球の高いというかね、バットコントロールやったりとか、打撃センスも含めてですけども、非常にね、この頭が切れるというか、非常にいい選手だなというふうに思いました。まあ、皆さん分かってると思うんですけども、野球っていうのは、基本的に、ランナーの後ろ側、ランナーの背中側に打球を転がすと、進みやすくなる、点が入りやすくなる、という、特徴があります。というのは、ランナーっていうのは、この、左回転、反時計回りに回っていきますから、例えば、ワンアウトランナー一塁という同じ場面でも、山崎選手がレフト前に打つと、なかなか三塁に行きにくいじゃないですか。というのは、レフトから、三塁というのは距離が近いんで、なかなかこう、三塁に進塁することができないんですけども、反時計回りのためね、ライト側に打つと、ライトと、サードっていうのはすごく離れてますから、その分ね、ランナーが進塁しやすいという特性があるんですよ。だから、走者の背中側というかね、背中が後ろ側に打球を打つと、非常に点が入ると言われるゆえんはそういうところです。でね、これはもう思いっきり右狙いに行ってるんですよ。もう外のボールでしょ。外のボールだったら普通にね、打ったらレフト側に飛ぶんですけども、それを思いっきり手首をガーンこねて、それを1、2塁から抜いていくんですよ。で、それで結局1、3塁作れてるんですよ。だから、これで非常に大きかったんですよ。で、次ね、ワンアウト1、3塁という場面で、中村選手がね、初球スクイズ、セーフティースクイズをするんですけども、これに関しては、まあ、これ2番なんですよ。今日2番で、中村選手、キャッチャーでしょ。で、バント上手いんですよ。で、僕が言いたいのは、これ、バッテリー何やってたんって話なんですよ。こんなんね、やってくるでしょ。どう考えても。これ見て。だってこれ1対0の場面でしょ。こんなに絶対やってくるじゃないですか。で、そこで、まあ絶対ではないんですけども、そこでやってくるかもしれないなっていう、なんていう、頭あったのかなっていうふうに思います。というのも、やっぱりね、まあ山崎伊織投手もコントロールいいわけですから、別にそんなね、初球1球ボールで様子見ても、フォアボールで崩れるようなピッチャーじゃないじゃないですか。で、そんなこの、ましてや2番の中村選手バント上手いって分かってんのに初球でセーフティースクイズポーンやられて1点取られて同点っていうのはそれはちょっとねなんか安易すぎるというか無警戒すぎるやろっていうふうに僕は正直思いました。これでね外のボール球から入ったりしてるんだして結局それでセーフティースクイズやられましたとか言うんだったら僕まだ分かるんですよ。やられ方にしても、やっぱあるじゃないですか。初球ポーンやられて、点取られた。そんなんじゃないんですよ、プロ野球っていうのは。うん。これほんまに警戒してたかなっていう。そんななんかこう、なんていうの、そんな簡単に、初球パーン、すぐやられるっていいもんなんかなっていうふうに僕は思いました。僕はそういう野球は教わってないので、まあ僕は一軍には、出たことない選手ですけども、僕はファームでしたけども、安倍さんであったりとか、バッテリーコーチのサネマスさんであったりとか、加藤健さんであったりとか、まあ、いろんな、バッテリーコーチの人に、野球を教わってきましたけども、僕、こういうところで、こういう配球というか、こういう入りを、しろって言われたことは一回もないし、気をつけろってずっと言われてたんで、僕は、これはちょっと無警戒すぎるかな、というふうに思いました。で、これ、6回裏、次なんですけども、2アウト1、2塁という場面で、大城さんなんですけども、これ結局センター前打って、まあ、ボールデッドになって2点入るのかな ?2 点入るんですけども、これね、ピッチャーね、大城さん、が左というところで、山本投手が、小沢投手から、スイッチするんですよ。山本投手にスイッチするんですけども、これね、ほんまに、分かってる方は分かってると思うんですけども、これね、大城さんね、山本投手からね、めっちゃ相性いいんですよ。2打数2安打打ってるんですよ。10割なんですよ。で、だからね、僕いつも言ってますけども、左対左やから OK とかじゃなくてね、その個々の相性を見るべきなんですよ。うん。選手が一番分かってると思うんですよ。俺左、抑えるために左やから行ったけど、大城さんに打たれてんだよねって、絶対分かってると思うんですよ。だからね、そのほんまにこの左には左当てろみたいな、そんな、この当てつけみたいな、これにはこれにはこれみたいな、何も考えずにやってるから、
打たれてんねんって僕は正直思います。まあ、高津監督に、まあ、言ってるわけですけども、まあ、それはね、僕はほんま思いました。相性いいのに、左対左関係ないからと思って。打つやつ打つし、と思って。うん、だからこれ 2-2 でしょ？だから僕変わった時に、僕、よっしゃと思ったんですよ。で、それは案の定センター打ってるでしょ？うん、だからね、ここの相性を見るべきだというふうに思います。で、僕はここら、ちょっとね、ファンの方はね、これお前ほんまマジかって言うかもしれないことを今から言うんですけども、これ2アウト2塁の場面ね、代打、ピッチャーに浅野選手を出して見逃し三振したっていう場面なんですけども、僕は浅野選手は出すべきじゃないなーっていうふうに正直思いました。はい。これ今から言いきますよ。で、僕ね、まずね、この原監督がなんで浅野選手出したのかっていうところは、まあ期待してるとか、まあ若手にチャンスを与えるとか、まあ期待、なんかこう、あると、いろいろあると思うんですけども、まあそれはいいとして、僕はね、これ中田翔選手がもともとネクストでバッターバックしてこうやって、タイミング取ってたんですよ。僕、ああ、これ中田翔選手行くんかなと思ったんですよ、初め。そしたら、浅野選手行って、中田翔選手は行かなかったんですけども、僕、この原監督の意図としては、まあ、期待してるとかは含めて、これ中田翔選手を出してしまうと、歩かされて、結局、梶谷選手の勝負になる。次の1番バッターの梶谷選手と、この山本投手が勝負してしまうから、不利になるんじゃないかなっていうところで、浅野選手を出したのかな。まあ、期待してるという意味も込めてね、したんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、そもそもなんですけども、梶谷選手勝負になっても僕いいと思ってるんですよ。うん。なんでかっていうと、梶谷選手、対左バカ強いんですよ。だから僕さっきも言ったでしょ。左対左やから打てないとかじゃなくて、左、バッターでも左ピッチャー得意にしてるバッター、おんねんって。見てこれ。対左3割7分5厘やね、今年。だから僕言ってるんですよ。そういう風に。山本投手とは、梶谷選手は勝負はなかった、今、今年ないんですけども、それでも対左で3割7分5厘言ってるんですよ。だから僕は、そんなこう気にせず僕中田翔選手を出したらいいんじゃないかなっていう風に思いました。正直な。まあチャンスを与えるとかそういう意味では、まあ浅野選手はいいのかもしれないですけども、まあ、僕は別にまあ浅野選手頑張ってほしいですけども、うん。僕はこれ中田翔選手で別に歩かされても梶谷選手で、2アウト、2アウト1、2塁か。1、2塁で梶谷選手で良かったんじゃないかなっていうふうに正直思いました。はい。で、これ7回裏。ここですね。ここも謎采配なんですけども。はい。ノーアウト1塁っていう場面で吉川選手回ってきますと。で、バントの構えして、2球ともボールになって2ボールになるんですよ。2ボールノーストライクになるんですよ。で、ここの心境言いますね。ベンチの心境行きますよ。はい。で、ストレート、ツーボールになるじゃないですか。ってことは、まあ、ストライク取りに来ると思うんですよ。で、ストレートを来る確率が高くなるだろうっていう風な予想をして、ここをヒッティングに切り替えた。そこまで OK なんですよ。で、吉川選手もそのストレートを狙いに行ってファールになった。ここまで大丈夫なんですよ。全然いいんですよ。で、ツーボールワンストライクになりました。ただ、この場面、7回裏ですよね。で、4対3、負けてるじゃないですか。絶対追いつきたいでしょ。で、1球目、2球目、バント、ヒッティングにしてるわけじゃないですか。あ、バントの構えしてるわけじゃないですか。ってことは、それぐらい2塁に送りたいという気持ちがあるわけじゃないですか。で、1球ファール打ちました。2ボールワンストライクですよ。でも、2塁に、ランナーを進めたいという気持ちはありますと。じゃあ、なんでここバントせへんのって。なんでバントせへんの？おかしいやん。普通に。いや、そうでしょ。だって、初球2球目、バント、送りたいからって構えて、で、ボールってなったわけじゃないですか。で、ストレート来るよっていう確率が高いから、ヒッティングに切り替えたけども、それでも振り遅れてファールになってしまいましたと。じゃあもう次バントやん。普通に考えたら。そんだけ送りたいんだったらね。まあ、吉川選手ね、バッティングの調子もね、上がってきてるし、今日の内容もね、良かったんですけども、そんだけ、初めからバントさせるぐらい、ランナーを送りたいんだったら、ここで絶対バントにもう一回切り替えるはずでしょ。で、それでまだヒッティングにして、で、結局センターフライでしょ。僕、結果論で言ってるわけじゃなくて、これは、一発目こういう風に考えたんだったら、もう一球ファール打ってしまったんだったら、そこでね、バーンヒット打ったらいいですよ。でもこれファール打ってるんだったら、もう一回バントに切り替えでしょ、普通。
で、結局センターフライで、ランナー進められなかったっていうのがあるじゃないですか。だから僕、そういうところがね、これなん、その、別に、采配というか、その、めっちゃ間違ってるっていうことは言うつもりはないんですけども、その矛盾してるというか、どう考えてんのっていうのがわからないんですよ。このファールの打ち方も、遅れてのファール、バーンって打ってるファールなんで、だから、これ、もう一回バントやろなって思ってたのが、それでまたヒッティングやったんで、ちょっと僕は意味わからないというか、まあ、一気に逆転したいっていう気持ちはあったのかもしれないですけども、まず、同点にしないとっていうところだと思うんですよ。うん。だから僕はそこはちょっと謎だったなっていうふうに思います。はい。まあ、あくまで僕の意見ですよ。はい。で、最後ね、8回表なんですけども、2アウト2塁というところで、丸山選手、のところ、まあ、ピッチャーは鈴木投手ですね。で、ノーボール2ストライクに追い込むんですよ。なんですけども、そのノーボール2ストライクからファーボール出してるんですよ。もうこれもうやめてくれっていう感じですね、正直。決め球がないのか、フォークも見切られてて、めっちゃ。もう、何を投げたら空振り取れるのって話なんですよ。で、結局2アウト1、2塁という場面でオスナ選手回すじゃないですか。で、今日タイムリー打ってるでしょ。でね、まあ、三塁ゴロ、まあ、サードゴロに抑えたから、まあ、いっちゃいいんですけども、これも結果オーライですわ、正直ね。こんなピッチングしてたら、その、ツーストライク、ノーボールから、ファーボールなんか出してたら、で、こんなんで、これで、もしホームランなんか打たれてみてくださいよ。わかんないですよ。だから、そういう、なんか、結果論だけで済ましたらダメって言ってるんですよ。いいことも悪いことも、結果論だけで済ましたらダメっていうのは、僕の言いたいことはそういうことです。はい。やれることというか、ちゃんと、やろうや、みたいな。普通のことをちゃんとやろうや、みたいな。っていうことを言ってます。その普通っていうのは、別にその、絶対抑えろとか、絶対打てとか、そういうわけじゃなくて、考え方であったりとか、ボンダの仕方、打たれ方にしても、やっぱりこう、納得できる打たれ方とか、抑えられ方っていうのは、絶対あるじゃないですか。だから、そういう野球をしていこうっていうふうに言ってるんです。野球はね、失敗多いです、正直ね。バッターでも7割失敗しますと。ピッチャーでもまあ、打たれるときは打たれます。ただね、その打たれ方、抑えられ方を、ある程度確率高いものにしとく。その納得感のあるものにするっていうのは、非常に、失敗が多いスポーツをやる上で非常に大事だと思うんですよ。うん。だから再現性がないというかね、その、考えがないと何回も同じ失敗しちゃうじゃないですか。うん、人っていうのは。だからそれをなくしましょうと言ってるんですよ、僕はね。ただ批判したいわけじゃなくて、その、勝った試合にも、課題はあるやろうし、負けた試合でもいいところはあるだろうし、そういうところを僕はこのチャンネルで皆様に共有していきたいと思うし、まあ、ある程度僕はね、野球は、分かってるつもりではあるので、そういう、ところを、言ってね、皆さんがこう、野球をもっと楽しいなとか思えたりとか、勉強にな、勉強になってほしいみたいな。勉強してほしいっていう思いで僕このチャンネル開設しましたんで、ぜひね、僕が批判したいわけだけじゃなくてね、そういうところで、野球ってこういうもんだとか、こういうふうに考えるんだみたいなことを知ってもらいたいから、こういうふうに言ってるというところは、分かっておいてほしいところでございます。はい、そんな感じでね。はい、元ジャイアンツの選手だった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心にね、本当に毎日動画を YouTube にアップロード、してますんでね、面白いなとか、わかりやすいなとか、勉強になるなみたいなことを思ってくださる方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今年中にね、1万人行きます。はい、絶対行きます。はい、頑張ります。ぜひよろしくお願いします。はい、チャンネル登録であったりとかね、僕のチャンネルの通知のオンであったりとか、僕これが一番嬉しいんですけども、コメントであったりとか、高評価。この4つしていただけるとね、非常に僕嬉しいと思いますし、YouTube のね、動画アップロードする、パワーの源になりますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、今日も夜遅いですので、こんな感じで終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。そんな感じで終わってきます。じゃあねー、バイバーイ。